ムームとは水蒸気を含んだ大気の温度が何らかの理由で下がり露天温度に達した際に含まれていた水蒸気が小さな水粒となって空中に浮かんだ状態。霧は設置層で微細な水滴が大気中に浮遊する現象である。日本の気象観測では水平指定 1km 未満の場合を言う。通常根本的な発生原因は大気中の水分が 飽和状態に達したものなので、水滴の状態は、雲と同じであると考えてよい。雲との一番大きな違いは、水滴の大きさなどではなく、両者の定義の違いである。すなわち、陶現象は、大気中に浮かんでいて、地面に接しているものと定義され、地面に接していないものを雲と定義している。なお、山の地面に接する霧、または、雲のことをオガスと呼ぶことがある。 本質的には、霧と同じ現象だが、一般に霧よりも、指定の広いものをもやと呼ぶ傾向にある。気象観測では、指定が 1km 以上のものをもやと呼んで区別する。市街地の霧盆地の霧その発生要因によって、主に以下のように分類される。湖の霧霧が発生している状態では、大気中に浮遊する水滴が光を散乱するために、大気は白く霞んで見え、 指定が狭くなる。霧に十分に光が当たっている時は霧粒をはっきりと確認することができる。通常、霧の中の相対湿度は100%に近く、湿っぽく冷たい感触の環境である。もやの場合は、相対湿度は通常70%以上になっているが100%にはならない。霧は通常白色だが工場地帯では煙と塵営のために、 灰色や黄色になることがある。霧の天気記号日本式の気象通報においては、微小な浮遊水滴により、指定が1トル未満の状態と定義している。また、陸上において指定が約1 0 0ル未満、海上において指定が5 0 0ル未満の時は、ノームとも言う。国際式天気図の天気記号では、以下を表す。定時飛行場実況気象通報式では、 指定障害の欄の FG が霧を表す。濃霧注意報は、濃霧によって、交通機関への障害が出ることが予測されるときに、地元気象台から発表される。大体の地方では、指定が陸上で100メートル、海上で500メートルを下回る場合に出されるが、より厳しい基準の地域もある。例えば、釧路地方気象台をはじめとする北海道では、陸上での指定が二百メートルで、 ノーム注意報が発表される。会場では、会場の指定が約500メートル以下の状態にすでになっているか、24時間以内にその状態になると予想される場合の警戒喚起として、会場ノーム警報が発表される。霧が発生すると視界が遮られるほか、日射、湿度、気温、風などの気象要素にも影響し、交通障害の原因となるほか、 産業活動や人の健康にも影響を与える。主に本現象による農業で生じる被害を言う。日射の長期間遮断による温度低下と光合成の阻害により作物等の生産量が減少する。日本では岩手県三陸地方の山瀬や北海道、太平洋岸の海霧が代表例。対策として混戦原野では防務林を設定して林帯で キリズブの補足を行っている。ロンドンのヨギリ台北のキリトシカの進行はその都市の湿度の低下、すなわち乾燥化を招くことが知られているが、乾燥化によって発生回数が減少する例が多数確認されている。東京、大阪など多くの都市で20世紀中盤から21世紀にかけて発生日数の減少傾向が観測されている。また大気汚染の影響もあり、 大気汚染物質の微粒子が地表付近の凝結核となって生成に寄与すると考えられている。大阪や京都では終戦後数年間は発生日数が減少し、その後再び増加に転じているが、これは戦時中の空襲により工場等が被害を受け、大気汚染が緩和、復興によって再び大気汚染が悪化したことが原因とする見方もある。なお、 大都市の中でも仙台では現象がほとんど見られないが、これは仙台のものは主に厚い遺留切りであることが一つの原因と考えられている。スプレーノズルを用いて発生させた水粒およそ数マイクロメートルから数十マイクロメートル程度の人工切りにより、冷却、冷房、液体散布、加湿などを行うほか、超音波を液体に照射することでも発生させることができ、 過失、消臭や液体の分離、濃縮などに利用される。気象学上の用語ではないが、春に起こる霧状の現象は一般に霞と呼ばれ、霧は主として秋に用いる使い分けがされている。季語では、霞が春、霧が秋と分類されている。日本映画外国映画、ABCDEFGHI、気象観測の手引き、気象庁、 2020年11月22日閲覧。ABCD 深石和夫、黒瀬吉高、林妖精。大須盆地における、盆地切りの小気候調査。愛媛チリが悪解。2020年11月22日閲覧。ハブトシオ、中川幸夫、農業気象学、P199 文営動。過去のノームコールド5年にはマリンで、日本シリーズ初の陳次。スポーツ日本。 HTTPS、WWW HT、スパニッキー COJP、ベースボール、ニュース、2020、07、21、記事、2020721S00011735000、CHTML2020 年11月18日、閲覧。メキシコ戦、霧発生で後半途中から、カラーボール登場。日刊スポーツ。 h t t p s w w w n i k k a n s p o r t s c o m s ラッシュサッ c ー e r ッシュジャ j a p a n シュニ s ーススラッシュ a 2 0 2 0 1 1 1 8 0 0 0 3 7 h t m l 2 0 2 0年11月18日閲覧 ?ab, 双葉第28号。近畿納政局。2020年11月22日閲覧。 長野県、品野町。品野町。2020年11月22日閲覧。霧日数の月別平年地理化年表オフィシャルサイト。2012年7月25日。閲覧。超音波で霧を作り出す、加湿器の仕組み。TDK 電機と磁気と時器の館。2015年10月31日閲覧。日本酒製造に使った霧化技術を。 廃液処理やリサイクルに活用。日経テクノロジーオンライン。2015年12月10日。閲覧。松浦和夫。超音波切り化分離の工業的。応用2011年。ネイド1300億65万5178。ありがとうございます。